皆さんこんにちは、サタニック MC の折原真世です。本日はですね、4月22日から始まっているヒロットンさんのアートショーアイビームにやっと来ることができましたということでですね、ヒロットンさんに直接お話を伺っていきたいと思います。あ、ヒロトさん、はじめまして。あのサタニック MC になりました、折原真世です。よろしくお願いします。でも入ってこうやってバッて見た時に、はい、1個の絵だけ大きく1個の絵だけでそのアイビームを示しているんじゃなくて、その展示の会場全部を使ってこのアイビーム、私これすごい衝撃受けて、ここすごいつながってるじゃないですか。なんかそこを感動したというか、空間を使って表現するっていうのがすごく、そこの表現まで考えてるっていうことがやっぱ10年続けている、なんか続けられている意味かな、なんか理由かなと思って、なんかまずそこに私すごくなんかかっこいいなと思いました。このアイビームっていう名前の由来とかって何なんですか？アイビームはなんかこう目からビームが出てるみたいなのをここ数年、まあ、1年2年前くらいかちょいちょい描いてて、で今回なんかその、まあ、この絵が結構浮かんだんですよね。そのなんか展示でそれがつないでて、空間的にこういう展示ができたら面白いかなと思って、それでまあアイビームをまあテーマに何個か描いてっていうか、キャンバスはそれで描いてみたいな、はい、そうですね。その10年間そのやっているじゃないですか、はいはい、なんか当初、始めた当初と今ってなんか気持ちの変化とかってあったりするんですか？で昔は結構政治的 なんか意味とかを込めたやつとかもあったりとか、まあその状況によっていろんなメッセージがあったんですけどね、今はどうだろう、最近は結構その絵の技術というかにすごい興味があって、それキャンバス作品とか昔描いてなかったんですけど、はい、うん、最近はそういうのに、まあ、自分が集中しているというか、はい、感じはあります、はい、その最初ロンドンですよね、はい、でそのパンク、その自給自足の生活っていうところで、そういう景色とかからやっぱりインスピレーションで受けているものなんですか？そのロンドンで見た景色とか人々、はい、ね、うん、はい、まあ、ロンドンで、まあ、そのクラスってバンドがあって、はい、そのバンドのメッセージとかすごいまあ影響を受けてて、それが絵にまあ反映されている部分もめちゃくちゃあると思うし、で、あのヒロットンさん、いつもあのサタニックカーニバルのメインビジュアルを担当してくださってますけども、ヒロットンさんにとってサタニックカーニバルとは何ですか？サタニックカーニバル、まあ、面白いと思うのが、いろんなカルチャーが入っているのがやっぱいいと思うんですよ。そのアートのカルチャーもそうだし、まあ、音楽もちろんそうなんですけど、その来た人がやって、まあ、自分ライブペイントやってるんで、それをこう見て、まあ、音楽を聴きながらそのライブペイントを見れて、こういろんなそういう周りのカルチャーを感じれるっていうのがいいフェスだなと思います。音だけじゃなくて、はいはい、もう本当スタイル全てで体現してるっていうところです、はいはい、結構なんかサタニックで知ってくれた人とかもいて、でサタニック見てますみたいな感じで展示来てくれる人とかもいるんで、はい、なんかまあやっていいな、やっててよかったなみたいな思うんですけど、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ残りの期間も、はい、はい、私多分また見に来ると思います。あ、マジですか、はい、ゆっくり来てください、はい、お願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。